息を吸いながら両膝を上です。吐きながら膝を床に落としていきます。吸って上していきます。次の吸うタイミングでゆっくり戻して、そのまま手を入れ替えていきます。息を吸って背筋を伸ばし、吐きながら左の肘を床に、からお腹と太ももをぐーっと近づけていきます。吸って緩めて、吐きながらもう一度ぐーっと近づき、息を吸って吐きながら、このままゆっくりと体を倒していきましょう。これ以上倒れなくなったら、右手を床、左手をそのまま上に上げていきます。三角向けて、息を吸って吐きながら両手を肩の高さです。そこから目線を右手中指方向を見つめていきましょう。以上です。息を吸って吐きながら右の足を90度曲げていきます。息を吸って吐きながら両手を上に上げていきましょう。そのまま無理のないように吐きながら少し後ろに反っていきましょう。英雄のポーズ1。